あ、今日で10月終わりだ、そういえば。え、だよね。そういえば。気づいたら終わりましたね。10月があと数時間あるけど、まあ何と言ってハロウィンっぽいことはまあしてませんけど、じゃあこの前の花だれもさ出てないけん、というグリアリあたりの日は夏日になるらしいよってね、昨日配信で言われて知った。だから11月ノーベンバー、今年はコスプレ魔女だけか、貞子もしましたけど、またなんか食べとるやんって。今までリハーサルをしてたから夜ご飯を今食べてるんだよ。そんな常に人が何かを食べてるも人みたいな言い方しやがって夜ご飯食べてないんだよ言ってる。だから最初に来てた人に言いましたから、失礼しますって、食べさせていただきます。貞子コスプレじゃなかったら何？私服なわけないじゃん。あ、そうギフト読もうと思った。スケさん、シマンチさん、リョウヘイさん、ユウちゃん、MJ さん、竹まつるさん、ターさん、ピエロ、ガエルサンタさん、かぼちゃ、あ、このギフトもじゃあ今日までか、ハロウィン。まさひろさん、足立さん、ともゆきさん、こうすけさん、やじうまさん、ピエロ、めちゃきのこさん、あかゆさんとさん、かわいいギフト、まさひろさん、おいでます元気さん、バラ、中野さん、おにくん、ぐゆきさん、うどむさん、お疲れギフト、ありがとうございます。あさちさん、やすべさん、ライディーンさん、ひなたさん、ギフト、ありがとうございます。そうだよ、貞子が私服はやばすぎ。貞子もしてたこと忘れてたって素直に言えばいいんだよ。今日もね、一日踊ってまして、
踊り明かしてました。そう、もう本当にずっと踊っとって、本当合間のめちゃめちゃもう休憩っていう休憩もなかったけん、水分補給ぐらいはあったけど、せかせかとメールを送った。ハロウィンナイトかなんか昔に踊り明かすみたいなのあるよね。確か忘れた。踊り明かしてはないか。踊りまくった。開けてはないや。踊りくれた。踊りくれました。リハーサルの時はだいたいマイク代わりに携帯を持ってるけんさ、歩数がめっちゃ今日いったもん。8000歩ぐらいこう持ってさ、こうやってやって歩いたりとか移動したりとかしてるけん、それの歩数も入って8000歩になってる。結構歩いた日じゃない8000歩って。室内なのに。結構 iPhone のこういう歩数の機能は精密なので、動いて踊っとるとかどう計算されてるか分からんけど、MJ さん、えんちゃん、みみさん、栃木のすーさん、足立さん、ひなたさん、ありがとうございます。そう、昔のなんか歩数計のやつは携帯とかをこうやって振ったら歩数になりよったんやけど、もうそうならんくなった。機能が上がったんでしょうね。そう、ズルはない。ペットボトルがマイク代わり。あー、よくあるやつね。
いやでもやっぱこういうリハーサルの時はメモ、立ち位置番号をメモしたりするためにやっぱもうデジタルなんでデジタルな社会なんで、携帯で、そしたらペンを持たなくていいじゃない。しかも立ち位置が変わってもペンじゃなければ消さなくていい。コンサートは覚えることが多いからね。ごちそうさまでした。踊ってたら携帯、サラはもう落とさんけど結構落としがちなメンバーおる。レッスン場とかでもスマホがガタッスマホの、でもさスマホ落とす音結構嫌い、なんか響く、結構響く音。ゴトって言うんや。ごちそうさまでした、よく言えましたって言えるわなめるなよ。みつるんさん、大工さん、ありがとうございます。ココアさんのストーリーに乗っとる。急にココアさんが後ろに来て、なんかここをこうやってやられたよ、髪の毛こうやってやられて、何かと思ったらココアさんのストーリーに。そうで、何だってなって携帯の画面覗こうとしたけど隠された。顔ではない後ろ姿。
ハロウィンね。ジョーちゃんと写ってたインスタのメイクがいつもと違った気がした。そう、めっちゃ薄い。あの日は撮影の後にそうちよさんって出かけたんやけど、あの撮影の内容的にちょっと薄かったんですよ。そう、インスタ更新してますので見てください。見てくださいというかいいねしてください。もゆきさん、モンブランさん、やすべえさん、キャンディー、ケンジさん、かわいいギフト、ワイさん、ありがとうございます。今日からカントリーマームのアイスがね、新商品で出たんですよ。前にサラがずっと言っとったあのカントリーマームのやつではなくて、なんかサンド系のカントリーマームのやつが出たんやけど、そう、サラが行ったコンビニにはなくて買えんくて、明日買おうかな、明日食べようかな。でも意外と高、お高い、ハーゲンダッツぐらいの値段する。意外と高い。でも絶対食べたい。カントリーマームのアイスは美味しい、外れなし、食べるべし。なんかジャガビーのね、今たらこバターみたいな味が出とって、それもめっちゃ美味しい、おすすめ。コンビニサイズのやつ、なんかピチーってやつ。じゃがりこも食べて二刀流。まあハロウィンなんでお菓子を食べるしかない。みんなにもらったと思って食べるしかない。
こういうリハ期間が続いた時ってやっぱコンビニにお世話になるのでね、コンビニの食べ物が視界に入ってくるわけですよ。たらこバターとか明太子味に外れなし。コンビニあまり行かない。でもまあ行くしかないからね、便利ですよやっぱ。便利なのは間違いない。コンビニなかったらこういう時のご飯食べれんもんって思うぐらい必需品。51号さん、おとさん、MJ さん、ありがとうございます。あれ目が乾燥。セルフレジ使う派って、コンビニのセルフレジってそんなになくない？まあ、あるとこはあるけどさ、そんなない気がする。何、支払いだけセルフはあるけどさ、セルフというか、まあ支払いだけセルフコンビニあるけど、完全なセルフレジってあんまコンビニなくない？関東地方はあるか分からんけど、広島にはそんなない。
にセブンは全部全部あれじゃない、なんか払うところだけセルフみたいな。でもなんかスーパーとか行ったらセルフレジ、なんか最近セルフレジの方がなんか並んどって、普通のレジに人が並んでないみたいなことがたまにあるんよ。たまにというか、なんか最近割とそうやけん、そういう時はもう堂々とえっと思って、手間もかかるのに人が多いのは意味がわからんと思って、そういう時は通常レジに行きます。なんか通常レジの方がさ人多くて、セルフレジはめんどくさいけんあんまする人がおらんくて少ないっていうのでよかったのに、セルフレジが多くて普通のレジの方が少なくて、じゃあ普通のレジ行くよと思って、そう、そういう時はもう普通のレジ行く。矢島さん10周年トロフィーありがとうございます。お昼時にコンビニとか行ったら本当にコンビニは渋滞、レジ2つぐらいしかないやんコンビニって、やけんもう大渋滞。11月は自分の使ったお金を把握しよう。なんか毎月あの家計簿アプリみたいなやつになんとなく何にいくら使ったかみたいなやつをなんとなく入れるんよ。けどもまあ入れん時もあるじゃん、なんか交通費とかなんか入れんかったりした時すること全然あるけんさ、ちゃんともう1円単位で入れようかな、1円単位で計算してみようか。カフェ代知りたい。そういうのを言われるんよ。言われるけんさ。でも確かになと思って。まあ知りたくないけど自分で。ちょっと知るの怖いけど。でも、1円単位で計算してみようか。食費気になる？え、そうよね。入れとる分だけでもって感じではある。はあはあ、カフェ代ね、あはははははって感じ。カフェ代はまあ、あはははって感じですよ。
みんなのおたかつ代みたいなもんだから私のカフェ代は。安いもんでしょ。安いもんです。趣味にはお金を使わないと。マックスさんありがとうございます。この前のツイートのカフェ代はどれどれのことですか。わからん。カフェなんていっぱい行ってるから。ツイートのこの前のなんと言われてもわかりやしない。カフェはインスタに上げてるから経費で落ちるでしょって。そんななんか現実的なこと言われてもちょっとあんまそういうの分かってないよね。別に落ちんくても趣味なんでいいですって感じ。そのインスタに載せるためです、仕事ですと思って言っとったら何が何でもって思うけど、別にそうじゃないけん別にええでって感じです。なんか急いどったりしたらさ、ついレシートもらわずにさ、どうでもいいやみたいな時あるやん。けどそうじゃないけんさ、そうじゃないようにします。明日から、明日11月でしょ。11月からもう一発目、明日一発目のコンビニでさレシートもらい忘れた、もう終わり。レシート全部持って帰って貼るのってどういうこと。デジタルだって。そんなアナログじゃない、デジタル。その使った金額、食費いくらとか何々いくら何々いくらみたいなやつを入れれるアプリがあるんですよ。何々いくらじゃ。でもその場でそう払ってすぐそのアプリさ入れれば別にさいいけどさ、そうじゃなかったらさ、レシートもらってないと後から入れれんやん。入れるべきだよねっては思うよね。レシートいりますかって聞かれたら、いりますって言いづらいって。なんでそれは考えすぎやろ。いらないですか、いらないですよねって言われたらあれやけど、いりますかならいります、いりませんでいいや。いらないですよねって言われたら確かにさ、いりますって言いづらいけどさ、いりますかってただの質問、考えすぎ。たくやさん、みっちさんありがとうございます。そう、電子マネー、全部が全部電子マネーで払わんけんさ、いるんよね。まあ電子マネーは便利ですよね。ペイペイ。
いやもう別にそういうアプリがあるか、そういうの入れるのは別に苦じゃないので、全然レシートもらって入れるっていうところまではアナログでやります。全然やれます。明日からそうしてみよう。でもしてみたところでみんなに今月のカフェ代はいくらでしたとか食費いくらでしたって言うかって言われたらわからないよ。言うとは限らないか。自分で一旦やってみるけど、言うかどうかって聞かれたら言う、ちょっと言うかはわからん。教えるか教えないかはこちらの判断なので、やってみようかなって言っただけで、何でもかんでも教えたくないので、ある程度は入れとるんやけどね、そのちゃんと入れとるかって言われたらどうやろって感じ。10万はさすがに超えんよ。カフェ代に10万は、それはさすがに超えない。アフタヌーンティーに月10回以上いかん限りは、ならんけん大丈夫。それはない。さすがに、それはない。さすがに、それは自分でもやめるわ。やめとくわ、自分でも。さすがにね。しかもカフェだけでしょ。そう、食費トータルでならまだわかるけどさ、カフェだけに10万円使っとったらさすがにそれはもうバカ、カフェバカ女になってしまう。それはない、安心してください。今月そんな行ってないよ。行ったかな。いやでもそんな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 、飯もです。いやご飯もそれなりに美味しいもの食べたいからね、私は。カフェだけに生きてないよ。
並ぶ参加ぼっちゃー、二つもありがとうございます。みんなの推し活と私の趣味のあれが違うからね。お金が使う趣味のあれが違いますから。さあもうオタ活時代はもう生写真買ったりグッズ買うだけでね、そのカフェ代、カフェ何回分よってぐらい飛ぶから、まあそんなもんや。今は、今がまあ空は洋服とかそういう系と、まあ食費ぐらいかな。まあ交通費って言ってもね、交通費は仕事でどっか行く限りは別に自分持ちじゃないしって考えたら、まあそれぐらいなんですよ。経済回していきましょう経済回していきましょうって感じ。あと11月17日のサラピリご飯の観覧抽選応募が始まってるので、応募は5日までです。日曜日までなので、コンサートとかお話し会とかやってるとみんな応募忘れちゃうんじゃないかなと思うので、まだの方はお早めにご応募ください。金曜日なので割と来やすいかなと思われる。たまには土日に行って、土日にやったら来るんか、じゃあ来るんか。いつも来てる人が文句言うならわかるけどさ、まあ土日ね。別にサラも、でもサラも土日にしてくださいって言って一回土曜日にできたけど、でもやっぱスケジュールがあるんじゃない、いろいろ。まあ土日は公演があったりさ、あるからさ、しゃあなしです。来れる人と、来たいと思ってるくれる人が来てくれれば十分でございます。逆に平日だから来れる人も世の中にはいるんですよ。なので合間を取った金曜日いいと思いますがね。千代ちゃんとコラボできる、ね、でもあると思うけどな、また分からんよ知らないですけど、まあ、きっと秋もできたので、秋アフタヌーンティーのやつもできたので、きっとまた2人が続いている場限りはあるのではないかなと。
クリスマスパーティー。超ビジュいいって、これが？ビジュいいってさ、なんかさ、もちろさんとかにさ、今日ビジュいいよとか言ったりするけどさ、ビジュいいってなんか正直偉そうな言い方だよねビジュいい使いがちな言葉やけど偉そうな言葉じゃない？ビジュイって、ビジュイってなんやねんって。次のクックパッド、あー夏ライブね。ピリリ何作るかは知らない、知らないですね。知りやしません。激辛パーティー、いつか、いつかないんかな。できなくもないというかねって思うけど、激辛パーティー、サラピリリにはぴったりやけど、瀬戸内の食べ物を使ったピリリとかやったらどっちのあれでもいけるのに。今までが心斎橋ハンバーグ、あでもこの時はピリリじゃないからね。唐揚げピリリ、唐揚げは本当に美味しかった。オムライスピリリ、チーズ餃子ピリリ、冷しゃぶピリリ、カオマンガイピリリ、ガパオライスピリリ、タルタル鮭フライピリリ、サバの味噌煮ピリリ、まあ間違いなく料理レベルは上がってますよね。
ちゃ目が乾燥する。目の乾燥が尋常じゃない。入らんかった。料理ハイライト載せてるんでね、ハート型にした心斎橋ハンバーグ。ネギ塩マーラー唐揚げめっちゃ美味しかった記憶。オムライスかなんかもねめっちゃ美味しかったよね。冷しゃぶもめっちゃ美味しかった気がする。まあね、まだ来たことない人は特に来てみてくださいって感じですね。サラピが作ったご飯が食べれるのって絶対食べれるとは限らないけど、食べれるチャンスはあるっていう感じですね。
それはね、抽選でしかないので。なんともって感じですね。ただまあね、来てみないことには食べれるチャンスすらありませんからね。ハロウィングッズが当日販売開始。あ、そう、確かに確かに。もう広い心で見てあげよう。ハロウィングッズを出してくれるだけマシだと思う。ポジティブに捉えればそうも捉えられる。仕方ない。まあ、確かにね、本来ならば。お正月のグッズも、お正月とクリスマスとハロウィンのグッズはその期間までに届かないとね、使い道が減るだろうがって。 2,3 日で届くならいいけど、そう思う気持ちはオタク心としてはとてもわかります。ですがもう仕方ないので、変わらないものは変わらないので、出してくれるだけマシだと思いましょう。お芋炭酸お菓子かな。ありがとうございます。でもなんでなんやろうね、それ確かに謎ではあるけど、ハロウィンまでにその写真を出したくないんか、公開したくないんか、よくわかりません。まあね、早く出した方が、てか早く出さんことによってじゃあ買わないよってなる人もいる可能性があるからと思ったら、まあ損してるのは STU の運営なんで仕方ないよ。損するのはそっち側なんだから、仕方ない。撮影時期は関係ないよ、とっくの前に撮ってるけん、それは全くもって関係ない。毎月の写真をね、月に1回毎月撮ってるわけじゃないからね、それは関係ないと思うけど。まあよくわからないことはいっぱいあるんですよ。仕方ない。まあでも損するのはそちら側だからって思うしかない。そうするしかない。まあでもグッズはね、私としてはぜひともゲットしていただきたいと思いますよ。まあそんなこんなで明日もありますので、今日はランキングを読みたいと
思います。13位竹まつるさん、12位めっちゃきのこさん、11位 MJ さん、10位ともゆきさん、9位おいでます元気さん、8位ターさん、7位けんじさん、6位うどむさん、5位ゆうちゃん、4位やじうまさん、3位やすべえさん、2位ならぶさん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。そうですね、10月今日で終わりです。10月もどうもありがとうございました。明日から11月、まあ月が変わったからといって何かがあるわけではありませんが、今年の残り2ヶ月悔いなく行きましょう。話題に出たハロウィングッズもありますので、ぜひともね、ぜひともゲットはしてください。それじゃあ終わります。ありがとうございました。インスタね、投稿しましたので見ていただきたく思います。それじゃあ終わります。バイバーイ。